こんにちは、名古屋の伊藤です。今日お話しする内容っていうのは、この筋肉をお話ししていきます。これですね。この筋肉っていうのは腸骨筋って言います。腸骨筋。筋はね、M としましょう。腸骨筋という筋肉ですね。今日はこの腸骨筋の起死停止や機能っていうのをお話ししていきます。まず、起死部。起死部っていうのはこっち側の方ですね。この骨盤寄りの方なんですが、腸骨の内側から出ています。だからもう腸骨ですね。シンプルに言うと腸骨から出てますと。特に内側ですね。これ内側の方から出ています。だからね、腸骨筋っていうんですね。腸骨から出てるから腸骨筋と言います。まあシンプルに言うとこんな感じですよ。で、いくつかの解剖書とか解剖アプリを見ると、仙骨から出てるっていう記述もあります。イメージしていただくと、仙骨がこんな感じでありますね。イメージしてください。で、仙骨のこの端っこの部分、この三角形のこの部分、ちょっとかぶるぐらいですね。この部分から出てるって書いてる解剖書とか解剖アプリもあります。この使ってる画像ではね、結構、腸骨筋の幅が狭いんですが、本によったらもうちょっとこう広くね、後ろの方まで、ね、伸びているっていう書き方をしている本もありますね。だからそういう書き方をしている本っていうのは、この仙骨のこの端っこから出てるんだよって書いてる本もあります。ですがね、今日の動画では、まあメインは腸骨から出てるとしましょう。これが起死部です。で、停止部っていうのはこっち側ですね。大腿骨に付着しています。ここを小転子と言います。ちっちゃい転ぶ子供。これで小転子って言います。ちなみに、小転子、ちっちゃい転子っていうのがあれば、こっち側、大転子っていうのがあるんですね。大転子、こっち側にはいっぱい股関節の筋肉がひっついてます。中殿筋とか、小殿筋とか、股関節の奥の筋肉っていういっぱい、そういう筋肉っていうのが大転子にひっついています。小転子はね、あんまり筋肉ひっついてません。一つ、もしくは二つですね。このね、腸骨筋っていうのと大腰筋っていうのがひっついています。大腰筋に絡めてね、もうちょっと後で詳しくお話ししようと思うので、またこのね、小転子にひっついてるんだぞっていうのを覚えておいてください。一旦この、色を消します。はい、次お話しするのは腸骨筋の機能ですね。腸骨筋っていうのは、骨盤から出て大腿骨にひっついているんで、股関節をね、主に動かす筋肉です。で、あとね、骨盤にもひっついてるんで、もちろん骨盤の方も動かしていきます。まずね、股関節の方の役割からお話をします。腸骨筋の股関節に対する主な役割っていうのは、股関節の屈曲です。屈曲ね。屈曲。屈曲っていうのはもも上げの動きです。足を上に上げる。まあ、走ったりする時のもも上げの動きです。屈曲。そして微弱なんですが、股関節の外旋をします。外旋ね。屈曲ほどは強くないんですが、外旋っていうね、外にねじる動きっていうのもやります。屈曲、外旋。で、ちなみにですね、大腰筋っていう筋肉がありまして、大腰筋、腰椎の方から出て、こういう感じで走ってると思ってください。で、まあ大体この辺りのところで腸骨筋と融合をするんですね。で、この2つを合わせて腸腰筋なんて言ったりします。だから腸腰筋っていうのは、腸骨と大腰筋を合わせた筋肉なんですね。この2つを一緒に考えてもいいし、むしろ分けてね、腸骨筋は腸骨筋、大腰筋は大腰筋って分けてね、考えてもどちらでもいいです。今日は分けて考えますけどね。で、この大腰筋っていうのも、これね、小転子にひっつくんです。だからね、腸骨筋と大腰筋の停止部っていうのは一緒なんですよ。でも、起死部は違うんですね。これに関しても後でお話をします。でですよ、腸骨筋の股関節に対する主な役割は屈曲と外旋でしたね。骨盤に関してはどうよと。腸骨筋がこっち側に収縮すると、どういう働きをするかというと、骨盤の前傾です。前傾ね。前に傾く動きのことを前傾と言います。
そうです。骨盤動かすんです。股関節と骨盤を動かすんです。じゃあですよ、腸腰筋のもう一個の片割れの大腰筋はどうすんのかと。これね、大腰筋のね、股関節に関する役割っていうのは一緒です。屈曲と外旋なんですが、大腰筋は骨盤の動きにはダイレクトには関わってないです。なぜかというと、大腰筋は骨盤にひっついてないからです。腰椎から出てるからなんです。大腰筋は腰椎から出てるので、腰椎の動きには関わってくるんです。だけど骨盤にはひっついてないので、骨盤の方には直では関わってこないんですね。ということは、腸骨筋に関しても同じことが言えるんですよ。腸骨筋は骨盤を動かします。前傾をさせます。ね、だけど、腸骨筋っていうのは、脊柱にはひっついてない、腰椎にはひっついてないので、背骨動かさないんですね。直では。もちろんね、骨盤が動くことによって、骨盤が動くことによって、間接的にね、このメカニクスの流れ的に言ったら、脊柱動かすんですが、直ではひっついてないので、ね、ダイレクトではそこまで影響はないんですね。もう一回言うと、間接的には影響するけど、直ではあまり関係ないんですね。だから、腸骨筋は腸骨筋で骨盤を動かします。大腰筋は大腰筋で腰椎動かします。だけど、股関節に関しては役割は一緒だよねっていう、この二つをね、分けて考えておくと、体幹ですね。骨盤と腰椎、その住み分けというかね、動きの違いっていうのを理解できるんじゃないかと思います。今日の動画では腸骨筋の解剖学や機能をメインにお話ししながら、大腰筋との関係性っていうのもお話をしていきました。もしよければ高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。